ポンパドゥール夫人ことポンパドゥール公爵夫人、ジャンヌ・アントワネット・ポワソンは、ルイ15世の公めかけ。公めかけたるその立場を利用して、フランスの政治に強く干渉し、7年戦争では、オーストリア・ロシアの2人の女帝と組んで、プロイセン・イギリスと対抗した。弟には、マリニー公爵アベル・フランソワ・ポワソン・ド・バンディエールがいる。 1721年パリの銀行家の娘として生まれる。平民という身分ながら、ブルジョア階級の娘として、ポワシーで貴族の子女以上の教育を受けて育つ。成績は非常に優秀であった。1741年に、朝税受けおい人のシャルル・ギオームル・ノルマンデ・ディオールと結婚。炭酸夫人やジョフランプ人の超一流サロンに出入りするようになり、 ボルテールや、フォントネルら一流の文化人と知り合った。1744年にはその美貌が、シャトール公爵夫人の死に打ちひしがれていた、ルイ15世の目に留まった。彼女は、ポンパドゥール公爵夫人の称号を与えられて、夫と別居し、1745年9月14日、正式に公めかけとして認められた。 ポンパドゥール夫人フランス国王の公式の愛称となったポンパドゥール夫人は湯水のように金を使ってあちこちに邸宅を建てさせやがて政治に関心の薄い類15世に代わって県政を振るうようになるポンパドゥール夫人に押されて1758年に外務大臣となったリベラル派のエティエンヌ・フランソワド、ショワズールは戦争大臣なども兼務し およそ十年にわたって事実上の最小となった。フランスの重能学派、フランソワーケネも彼女の主治医であった。ベッドの上でフランスの政治を牛耳った影の実力者といえる。ポンパドゥール夫人の有名な言葉は私の時代が来た。女にわし姿のポンパドゥール夫人1756年にはオーストリアのマリア・テレジア。 ロシアのエリザベータと通じハンプロイセン包囲網を結成した。これは三枚のペチコート作戦と呼ばれる。特に宿敵オーストリアとの和解は外交革命と言われるほど画期的であり、和解のために後年マリー・アントワネットがフランス王室にとつぐこととなる。ポンパドゥール夫人は美貌ばかりでなく、革芸的な才能に恵まれ、サロンを開いて、 ボルテールやディドロなどの啓蒙思想家と信仰を結んだ。また、芸術の熱心な愛好家、パトロンでもあり、様々な芸術家とも交流した。ポンパドゥール夫人の時代はフランスを中心に優雅な、ロココ様式の発達した時代になった。30歳を超えた頃からルイ15世と進出を共に、することはなくなったが、代わりに、自分の息のかかった女性を紹介した。 ルイ15世はポンパドゥール夫人が42歳で、ベルサイユで亡くなるまで長愛し続けたという。鹿の園を建てて、ルイ15世好みの女を住まわせたというが、いわゆるハーレムのようなものではなかったという。現代では、ポンパドールは、男性の前髪を高くした、スタイル及び、女性の髪型の一つで、前髪を大きく膨らませて高い位置でまとめ、ピンや、 バレッタなどで止めたヘアスタイルである。襟足も上げて後頭部でまとめるのが正式なスタイルと言われる。当時の貴族の女性はこぞってポンパドゥール夫人のファッションを真似、その髪型をポンパドゥールと呼ぶようになった。ありがとうございます。